通常時に関しましては、毎ゲーム全役で息子ボーナスの抽選をしており、パトランプが9位となれば大当たりとなり、そして順増4枚の AT、息子ボーナスに突入いたします。息子ボーナスは2種類存在し、赤7揃いの島チャンス、消化ゲーム数は30ゲーム、白7揃いのビッグチャンス、消化ゲーム数は70ゲームとなっております。そして息子ボーナス終了後は必ずときめき降格といった100ゲーム間のチャンスゾーンに突入いたします。このときめき降格と息子ボーナスをループさせることで出玉を獲得していくといった流れとなります。息子ループ最大のポイントでございますが、ときめき降格中の息子ボーナスは全てビッグチャンスという点になります。そのため約280枚獲得可能なビッグチャンスをループさせることで出玉を獲得していくのが息子ループとなります。当該機はときめき降格中のモードを6種類搭載しております。まず通常モードですが、こちらは連チャン終了のピンチ、残りの5つのモードは100ゲーム以内の息子ボーナス当選が確定するモードとなります。続いて各モードの特徴ですが、モードごとに息子ボーナスに当選しやすいゲーム数といったものが存在いたします。まず天国モードですが、天国 A は33ゲーム以降、天国 B は44ゲーム以内、天国 C は77ゲーム以降に当たりやすいといった特徴がございます。さらに夢チャンスモード A は22や44といった偶数ゾロ目のゲーム数で必ず当たり、夢チャンスモード B は11や33といった奇数ゾロ目で必ず当たるといった特徴がございます。以上のように当選ゲーム数から滞在モードを推測するといった沖縄モチーフ機ならではの要素も搭載されております。